空道場楽生骨院教師の代表高野教師です。実はちょっと手首が痛くてですね、この辺ですね。朝起きたら痛かったです。なんででしょう。この辺り痛い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 。なのでちょっとだけケアをしたいなと。いや、痛いですね。ちょっとスキンストレッチケアしていきたいと思います。痛い痛い痛い、めっちゃ痛い。かなり痛いです。何したんだろう。全然心当たりがない。寝て起きたら痛かった。だいぶ良くなるんだけど。こっから前腕からすでに張っている。痛え。結構痛いっす。だいぶいい。ここが詰まってんな。なんだこれ、どうしたんだ。よし、こんな感じ。ああ、でもだいぶいいんだけど、痛い、まだ。よし、まあ、ちょっとここで切って、もうだいぶいいんですけどね。でも痛え、何があったんでしょう。まあ、こういう時もスキンストレッチなら、自分でケアできるのでいいです。また後でちょっと詳しくやっていきたいと思います。今日はここで終わります。質問やご意見などありましたらコメント欄に残してください。チャンネル登録でも引き続きよろしくお願いします。それではまた。